夫は他の女のところへ行きました。最初の頃はあれやこれやごまかしてたけれど、最近は隠そうともしませんね。姉の夫はさっせとやってくる、幸せそうですね。姉気詰まり転居した。夫の他の妻に手紙を書きました。そっちいないよね。今回のお話は、かげろう日記2、姉の転居ほか。